はい、こんにちは、テイクアールです。今回はですね、こちらの、先日誕生日プレゼントにいただいた Mac11、 こちらの方をですね、ちょっと、金属感の強い塗装を施してみようかなと思っております。まあ、樹脂製ということで、まあ、ここら辺見ていただくと分かると思うんですけど、パーティングラインもあって、まあ、ちょっとバリも残ってるということで、まあ、ここら辺ですね、綺麗に処理して、もう誰がどっから見ても鉄に見えるような、そんな外見に変えていきたいと思います。それでは早速分解していきます。というわけで、とりあえずですね、分解して水洗いしてきた状態です。で、早速ですね、まあ、こういったバリが結構ありますので、まあ、バリ取りですね。まずはそれじゃあですね、パーティングラインきれいになくなりましたので、下地ブラック塗ってシルバー塗って、で最後にですね、実銃画像を見ると結構グレーっぽいので、パーカーシールですね、シルバーの上からパーカーシールという順番で塗っていきたいと思います。はい、とりあえずですね、シルバーに塗ってきました。これはですね、キャロムの、ステンレスシルバースーパーハードタフですね。で、シルバーに塗った時点で、シルバーのイングラムもありだったら、それも面白いかなと思ったんですけど、なしですね。はい、というわけで、こっからですね、パーカーシールを、塗り重ねていきたいと思います。はい、ということで、パーカーシールの方を塗って、できたのがこちらになります。でですね、エッジ部分をシルバー出していきますので、あえてですね、エッジのところ少し薄くなるように、剥がさないところ濃いめ、剥がしちゃうところは薄めであらかじめ塗ってあります。で、ここからですね、1000番とか600番のナイロン研磨パッドを使って、程よく、鉄感が出るような感じに仕上げていきたいなと思います。はい、どうですかね、ここら辺。もう誰がどう見ても鉄、そんな感じに見えるようになってきたかなと思います。
こんな感じでどうですかね。いいんじゃないでしょうか。もうかなり鉄っぽい。というかもうこれ鉄。ね。こんな感じに仕上がります。はい。それじゃあですね、もう早速組み上げてしまいましょう。はい。でですね、ちょっと組み上げ前に、ここのエキストラクターのところだけ、ちょっとですね、塗装を剥がしておきますね。別パーツっぽく見えるように。はい、まあ、こんな感じでどうですかね。まあ、なんとなくちょっとここだけ別パーツに見えるんじゃないかなと思います。というわけで完成しました。Mac 11の、鉄色仕上げですね。どうでしょうか。なかなかいいと思いませんか。今ですね、これあえてちょっとグリスとかがついた状態で、特に拭き取ってないんですよね。かえってこの方がなんかこう実銃っぽさが、にじみ出るというかですね、かなり本物チックに仕上がってるかなと思います。ちょっと再サプレッサーつけてみますね。はい、こんな感じ。あ、ちょっとあれですね。サプレッサーが綺麗すぎる感じになっちゃいますかね。まあでも別にこれはこれでいいかなと思います。はい、どうでしょうか。はい。うん、なかなかいい感じに出来上がりましたね。はい。はい、というようなわけで今回はですね、先日誕生日プレゼントにいただいた Mac 11の方を、鉄色仕上げにしてみました。ともさん、本当にありがとうございます。とてもこれ気に入ってますので大事にしたいと思います。はい、そういったわけで今回もですね、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。